五大国とは、ある範囲を政治的、経済的、軍事的影響力などでリードする五つの大国のことである。五大国の内訳は、時代や分野などによって変化してきた。現代においても、五大国といっても複数ある。国連における五大国、第二次世界大戦の戦勝国のうち、国際連合の設立に、中心的な役割を果たし、なおかつ常任理事国である。 パーマネント語と呼ばれるアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦、中国。この常任理事国のいずれもが、核拡散防止条約で、特権的に核兵器の保有が認められており、軍事参謀委員会を構成する。また、これら常任理事国の国語である英語、中国語、フランス語ロシア語は、国際連合の公用語である。 第一次世界大戦後の列強のうち、敗戦国となった大日本帝国とイタリアが脱落し、戦勝国となった中国とソビエト連邦を加えた5カ国が世界五大国と称された。日本、ドイツ、インド、ブラジルには自国が常任理事国に加わろうとする動きがある。冷戦時代にはアメリカ合衆国とソビエト連邦が五大国の中でも抜きんでた。 存在であった。しかし、1989年の東欧革命、冷戦終結により、ソビエト連邦の影響力は大きく低下し、さらに1991年にソ連自体も崩壊したことから、2000年代諸島まではアメリカ合衆国による一極支配といわれる状態になっていた。その後、アフガニスタン紛争やイラク戦争でアメリカ合衆国の国力は、 相対的に低下し、中華人民共和国の経済成長と急速な軍備拡大、海洋進出、ロシアの天然ガスを用いた資源外交、経済成長と軍備拡大によって、アメリカ合衆国による一極支配は弱まっている。いずれも、かつて先進国と称され、現在も国際社会に政治的、経済的影響を与えている国である。 第二次世界大戦前も先進工業国として認識され、さらに戦後も民主主義国として先進工業国としての地位を維持、もしくは回復したアメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本を対象とした先進国首脳会議が1975年に計画され、その後各国が先進5各国と呼ばれる。実際の会議にはイタリアも参加し、 さらに翌年にはカナダも加わった。この7カ国をもって G7 と呼ばれる。1990年にはドイツ再統一により西ドイツが現在のドイツとなる。ソ連崩壊後に加入したロシアを入れると G8 となるが、これに伴い先進国首脳会議は主要国首脳会議に名称が変更された。ナポレオン戦争後のウィーン体制下での国同盟加盟国を 大国としている第一次世界大戦後は、ベルサイユ条約に基づいたベルサイユ体制が国際関係の柱となった。戦前の列強のうち、敗戦国となったドイツ、オーストリアとロシア革命とその後の共産化によって、国際社会から孤立したソビエト連邦が排除され、戦勝国となったアメリカ、大日本帝国、イタリアを加えた5カ国が、 世界五大国と称された。このうちアメリカ合衆国を除く四カ国は国際連盟発足時の常任理事国であった。アメリカは国際連盟の提唱国でありながら上院の承認を取れず国際連盟には参加しなかった。ドイツとソビエトが国力を回復させて軍備を増強し再び列強の一員に加わった1930年代後半になると従来の 五大国というくくり方はされなくなっていった。統一前のイタリアでは有力な都市国家を指して後大国と呼んでいた。ミラノ公国、ベネツィア共和国、ローマ、ナポリ王国。ありがとうございます。